中学校2年生国語、名付けられた葉の学習を始めます。この作品は教科書の本文を読むと詩だとわかると思います。詩の学習はこれまでにもたくさんしたと思うんですが、短い文章だからこそ、一つ一つの言葉の意味や言葉と言葉の関係などについて細かく読んでいくことが大事です。詩を読むだけではなく、読み取る、そして想像する、さらに味わうところまでいけると素晴らしいですね。まずは題名から想像しましょう。題名は詩に限らず大事な言葉、要素が詰まっています。それから読んでみます。できれば声に出してみましょう。音読すると詩の持つリズムが感じられます。そして内容の組み立てがどうであるか、表現技法や表現の工夫にどのようなものがあるかなど気づいたことや感じたこと、さらに詩に込められた作者の思いや詩の情景など詩のテーマを読み取っていきます。そこで今回は詩を読み取り味わうために、その基本となる詩の形式や構成、表現技法などの知識を確認していきましょう。まず詩の種類ですが、使われている言葉や音数などによって次のように分類します。1つ目は使われている言葉による分類です。昔の言葉遣いで書かれた詩を文語詩、現代の言葉遣いで書かれた詩を口語詩と言います。現代語訳のことを口語訳、古文のことを文語文と言ったりしますね。皆さんがこれまでに出会った詩は、きっと現代の言葉で書かれた口語詩が多いと思います。そこであまり触れることのない文語詩の例を挙げると、島崎藤村の初恋という有名な詩があります。まだ上げ初めし前髪の、リンゴのもとに見えしとき、前に差したる花串の、花ある君と思いけり。どうですか？文語、昔の言葉遣いで書かれてあることがわかりますね。2つ目は音数による分類です。まず一定の音数やリズムで書かれた音数に規則性のある詩のことを定まった型と書いて定型詩と言います。先ほど文語詩で紹介した初恋という詩の冒頭をもう一度読んでみます。まだ上げ初めし前髪の、リンゴのもとに見えしとき。どうですか？規則性があるのがわかりますね。まだ上げ初めし7音、前髪の5音と七五調の定型詩です。次に定型詩とは反対に、音数に規則性がない自由なリズムの詩を自由詩と言います。この自由詩が皆さんが出会う詩の中では圧倒的に多いはずです。それからごく稀に散文詩という形式があります。句読点のある通常の文章の形式を散文と言いますが、1行ずつ句読点を使わない形式ではなく、通常の文章のような形式の詩を散文詩と言います。最後に内容による分類です。これは作者の思いや心情を読んだのか、自然の風景や描写を読んだのか、歴史上の出来事や事実などを読んだのかによって異なります。それぞれ叙情詩、叙景詩、叙事詩と言いますが、叙というのは述べるという意味があります。そしてそれぞれ心情の情、風景の景、事実の事という漢字が入っているので覚えやすいと思います。詩の形式を漢字5文字で表す場合には、使われている言葉による分類と音数による分類を掛け合わせて言います。例えば昔の言葉で書かれていて音数のリズムにとらわれない自由なリズムの詩の場合、文語自由詩と言います。このように考えると、詩の形式は何パターンあるかというと、文語詩と口語詩の2パターン、定型詩、自由詩、散文詩の3パターンで6つの形式があります。
文語定型詞、文語自由詞、文語三分詞、口語定型詞、口語自由詞、口語三分詞の6つです。先ほど紹介した島崎藤村の初恋は文語詞で七五調の定型詞でしたから、文語定型詞となるわけです。それでは今回学習する名付けられた葉の詩の種類を確認しましょう。使われている言葉による分類だと口語詞、音数による分類だと自由詞、内容による分類だと叙情詞となります。また詩の形式は口語詞で自由詞なので口語自由詞となります。次に表現の工夫や効果を示し、詩の表現を豊かにする表現技法について確認します。まず、比喩という技法です。比喩とは、何か別のものに例えることを言います。この比喩の湯という字は少し難しいですが、漢字で書けるようにしておきましょう。比喩には3種類あり、それぞれ直喩、隠喩、擬人法と言います。直喩とは、何々のような、ように、ようだ、や何々のごとく、ごとし、という言葉を用いる例えです。例えば、雪のように白い肌、泡のように儚く消えた、などのように使います。反対に、何々のような、ように、ようだ、や何々のごとく、ごとしを用いない例えを隠喩と言います。ガラスのように脆い様子を例えた、ガラスの心、はようなを使わずに心を壊れやすいガラスで例えています。単語や用法を見ても分かる通り、直喩と隠喩をセットで覚えておくといいでしょう。そして擬人法とは、人でないものを人の動作に例えることを言います。空が泣いていると雨が降っている様子を人の動作で表します。次に、統治法とは、語句の順序を入れ替えて印象を強める技法です。普通の語順で、みんなの声が聞こえたよというより、聞こえたよ、みんなの声が、とした方が印象に残りやすいと思います。次に、反復法とは、文字通り、語句や文を反復すること、繰り返す技法です。同じ語句を何度も繰り返すということは、それが重要だということを相手に伝えることができます。次に、体言止めです。体言とは文法で学習したと思いますが、名詞、つまり名前のことです。普通の文は終わりが勉強した、おいしいといった述語なのに対して、例にある懐かしい思い出のように名詞で文末を終えることを体言止めと言います。最後に、対句です。対句とは、似たような意味や反対の意味の言葉を同じような文の構成で並べてリズムを出し、印象を強める技法です。例のように、青いと白い、空がと雲が、広がりと泳いでいると同じような言葉を並べています。名付けられた葉という詩の種類や形式、表現技法などを確認します。詩の形式は口語自由詞、内容は作者の思い、心情を述べた叙情詞。表現技法は様々な表現技法の中でも、隠喩、体言止め、擬人法、統治法などが効果的に使われています。表現技法については、今日学習したことを整理し、そして詩をもう一度読み返してみて、どのような表現技法が使われているか、まずは自分で考えてみましょう。特に隠喩が多く、そして効果的に用いられているので、ような、ようだ、ように、や、ごとく、ごとしを使わず、別の言葉で表している言葉を意識してみるといいですね。次回、確認していこうと思います。このように、詩の基本的な知識を身につけておくと、詩の読解をするための材料となり、読みが深まります。
また表現技法については詩だけではなく普通の文章や短歌や俳句などでも活用できるので、ぜひこの機会に覚えておいてください。これで中学校2年生、名付けられた葉の学習を終わります。